たせいたしました。第4回ベストワンカップ決勝の模様をお送りしています。3回戦の実況を担当します、日本プロ麻雀協会の三崎千優です。よろしくお願いいたします。解説は引き続きこちらの方々です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ早速ですが、対局の準備が整っております。対局を開始してください。さっき合間にカルベさん、はい、多分知ったんですけど、はい、すごい渋いというか苦い顔、うん、ね、カルベさん役王子、まあ、さっきのハンチャンで言うと本当にみんな苦い顔してそうですよね、山本さん以外。はい、うん、さあ、ここまでのスコアがですね、現在1位が、山越さん、プラス 63.6 ポイント、板川さんプラス 1.7 ポイント、カルベさんマイナス 7.3 ポイント、薬王子プロがマイナス 58.0 ポイントとなっています。うん、はい、おのおのがね、うん、なんかもうミッションというか、はい、はい、ありますよね。本当なんか中盤戦って感じですね、これがもう。そうですね、薬王子が山越と120ポイント差なんで、はい、このハンチャン着を下回ると相当きついですね。相当きついですね。トップラスって 12.60 ポイントなんで、はい、2回続けても120なんで、はい、まあ、ソテンはトップラスだとまあ2万点ぐらいはつくんで、だいたい実質160って感じですけど、2連トップラスで。で今回ね、下回って、例えば1着順差だとしても、ね、150ぐらい入っちゃうから、コウジはやっぱ着下回れない。でもなんかめっちゃ手配短くなってきてる。はい、カルベが早速親番で仕掛けています。ドラが、数層で、ラブトーンと9万をこうしていますね。うんうん、威圧感はありますね。はい、あ、すみません、解説は、最高位戦、はい、日本プロマージャン協会、浅川講師です。申し訳ございません。あ、日本プロマージャン協会の田辺翼です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。名前を言ってな。紹介が遅れまして、失礼いたしました。トップ、他がないルールなんで、まあ、去年の板川みたいに5連続2着とかでもまあいけるんですよね。はいはい、さあそして転売ですね、はい、カルベ高め7700、安め3900じゃない、ごめん、うん、そうそうそう、はい、ダブトンドラ、はい、はい、うん、これだ、数ワンポンしますよね、多分しますかね、しない、ポンスとハネマンか、うまくいった、あの一手が入りハネマンの、まあ、漫画確定の、はい、そうですね、どうでしょうね。もうなんか残球なる結果がすごい多くなりそうなのが、嫌かな。ただ上がりまでいけるかっていうと、結構厳しい気がするんで、町ももうなんかそのマンズと字でしょうみたいな感じはちょっとありますし。三蔵は紡ぎる、どうするこれ。はい。でも何度も一切れ。どうしますか、初。そう思いになるかな。うん、田辺プロはポンしますか。僕はポンしますね。ポンします。結構しない派閥。あ、これで、あ、そうなんですね。はい、ニャンソーを聞いて、はい、ニャンソーとスーマンのシャンポンに変えましたね。これはやっぱテンパイトゥーテンパイにすごく見えます ね、 そうですね、まあ、基本的にあのサンフードからの手出しって、うん、手出しのチャンパイは相当テンパイからの間違いが多いですよね。なるほど。リャンソーからドラタンキになったか、カンリャンソーからシャンポンになったかとか、イスソーからタンキシャンポンになったかとか、いろいろありますけどね。はい、で、とりあえず、まあ、1と2と4は想図が超危ないですね。で、ペイのポン出しがリャンマンだったんで、うん、3万、まあ、通ったか数万とかね、はい、危ないね。もうビタ読みじゃないですか。E1 とか。いや、でも、バサクラプロはこれ4枚とも予定生えてますもんね。いや、点では当たんないですけどね、絶対これ。そう、これかこれかこれでしょうみたいな感じはあって。まあ、組み合わせは結構ね、限られますよね。はい。ヤンソーとスーマンは現在、山にはございません。どうだろう。ただ、山越はどうですかね。いや、もうスーピンとか抜けますね。逆に3層と数万のシャンポンからドラ引いてリアン層に変えてるとかもあります。はい、ただまあ3層と数層のシャンポンっていうのがどれだけあるかっていうのがちょっとあれですけど、まあそれも全然あります。3層と数層、うん、3層と数万、だ3層のシャンポンっていうのがあったのかなっていうのを考えると、あ、なるほど、もともとってことですよね。3層が4枚目にならない限りはでも否定できないですもんね。
まあ、一番最悪なのは本当、その、数層数層 XX の X に補充することなんで、はい、基本的にはあんまりションパイ打てないんですけど。うん。あれはまあ関連してると思うんですけどね、やっぱり。さあ。やっぱ。ドラは数層短期。ドラ短期。はい。で粘れる人は板川さんですか。そうですね。ただ板川も数層は打てない。数層は絶対打てない。打てない。で、まあそのシャツ感でもリアンワンも打てるし、チーソーも大丈夫そう。なるほど。なんだ数層短期までありますからね。うん。さすがにあんまりないけど、一応インパステージということで。数三期？そうジャンとガンコになってリアン層から、もう勝負が系短期みたいな。うん。そのパターンがなんか結構ね、少なそうだよね。でも。うん。うん、なんかそれだったらなんか7700のリアンソーに、うん。まあでもそれも幅で結構変わるというか、やってきてもおかしくないと思いますけど。あ、いつ止めましたね。まあ3ゾー手足ですもんね。はい、あ、3ゾー4見えか。なるほど。うん、これで、じゃあリアンソーも、リアンソーも引いてきたんですね。はい。はいはいはい。イーソーなんか数層以上の短期ありますか？イソは一枚切れでした。イソ短期か。さあ、北側の天敗を崩して、さあ、親番のカルベ一人天敗で流局となりました。はい。まあ、数層積もだとちょっとって感じですけど、イソ積もの点数とはそんなに変わんない一人天敗なんで、なるほど。まあ、それも込みで高く受けたって感じですよね。1300オフと1000オフなんで。はい。確かに。さあ、流局して、トン1局、一本場。親は引き続きカルベ、ドラが6ピンです。ドラメンツできてる。おお、嬉しいですね。嬉しいけど、他がちょっと、って感じですね。はい。さあ、山越、断面が3つ。お、いった側もいい。はい、そうですね。工事は4統一。特に仕掛けたりはなさそうですね、現状は。いいね。ピンを引いて。うん、3枚引いた。ピンが結構いいですね。あ、いいな。二刺しだ。でもなんか役王子のハイパイが一番嫌だな。おお、ペンちゃん。おお、なんかめっちゃ進むじゃないですか。すごいですね。ペンちゃんやカンちゃんがどんどん埋まっていきます。これぶつかるんじゃないですか？はい。かなり。イーシャンテン順調順調。カルベもイーシャンテンとなりました。カルベはこういう、まあ、愚形転敗した場合に即位打つタイプですかね。ちょっとまだわかんないですかね。今度、上でドラ1なんで、かなりリーチだと思うんですけど。はい。ちょっと見てみたいですね。もう、換算図なり、感動案なり。まあ、特に換算図は結構打つによるとは思うんですけど、感動案とかの場合は、打たなそうなイメージもありますけど。まあ、これで3ピンを打つか、超ゆったり急走とかあります。超ゆったり急走か、リャンゾーかみたいな。そう。急走はだいぶ言ったいですね。でもまあ、ソーズリアンカンと3ピンチンビアンのくっつきみたいなイメージですね。まあ、3ピンがまあ自然というか一番ストレート。まあでも、ゆったりっていう意味は、じゃあ、チーワンもありですよね。まあ、なるほど。はい、さあ、カルベの選択はチーワン切り。一通とタイヤオとか残しつつ、即リーム打てる手順みたいな。高はもいいシャンテン。はい、山越もいいシャンテンになっています。工事はやっぱり4統一なだけにこの3番切れないんですよね。チートイツと3色と両方あるんで、なんか数層も切りづらいし嫌ですよね、こうやって。ペイも、これもちょっともう間に合わないって感じですね、ドアも打たれたし。ね、ペイもホールドできない。おー、これでいい。あ、これ1通じゃなくても形でいきましたね。はい、ローソと3ピのくっつき。もこしも完全にシャンテン。ここはジャントなし。失礼しました。あ、イースチーマンとウッパーピン。うわ、これは。あ、チートイツ、イシャンテン。さあ、一瞬点になりました。親源の団子を残しつつ、まあ、板川さんもって感じですか。一番速度感ありそうなのが山越だけにちょっと微妙なところですよね。ドラを打ってる。さあ、全員シャンテンです、この状況。見つかるよ。箱は3切れ。団子を切りたいか。はい。おー、なるほど。逃げですからね。確かに。で、早そうな。お、さあ、これは天敗ですね。サブロはい。そう。まあまあ、支部で、支部リーチですか。まあまあまあ。シブ。さあ、サブロストウーマンのリーチを入れました。カルベリーチドライチ。ここは、チーワン。
北側が、うん、札幌ストウーマンはどうですかね。はい、ウーマンが1枚、ウーマン1枚、ウーマン1枚、ウーマン2枚だった。ウーマンが2枚、ウーマンがなくなって三蔵1枚しか持ってないですね。ってことは残り4山、はい、うん、そうだね。あ、今三蔵引いたか。あ、え、そうですね、三蔵今、三蔵2枚、ローソ1枚ね、3枚と1枚。お、これは自然に回れる。今ドイツの中ですね、馬、うん、馬と三蔵一瞬でこの2人に、はい、もともと5枚あったの。そう、もともと5枚だったのが3枚。山越しは自然に自然に、まあ、うん、にゃんめんにゃんめんなると。まあ、自然ではないですけどね、一品危険杯なんで。危険杯か。不思議です、ね。ワンチャンスか。はい、なるほど。三品のワンチャンスですね。はい。うん、9番は現物。はい。うん、ではもう受けましたね。あれ、さあ、イーソーがあんこになりましたよ。三蔵当たりなのか。あ、積もった。さあ、三蔵を積もりました。カルベ。いい積もドライチ。2000は2100オールの積も上がりです。うん。うん。うん。はい。そうですね。これでかいですよね。うん、もう、はい。まあ、今これで3000オール洗ってますんで。そう。同じこと言おうとしたいわ。一人連敗でね、1000オールだったら。3、2オールぐらい。3、1オールで。3、1オールね。はい。確かに。ってことはみんなと1万2000入ってるってことですね、はい、うん、大きいですね。大きい。カルビはトップ、シーントップ、はい、プラスできれば山越を一つでも着入下げたいですよね。そうですね、うん、できれば、うんうん、ただ難しいですよね、周りの着入操作するのって、はい、操作は相当できないですよ、やっぱり麻雀、うん、その着入操作って本当に難しいんで。まあ、そのなんていうか、自分が山越の上茶なんでちょっと仕掛けたら絞るとかぐらいですか。そうですね、はい、そういうのはできますよね。親の時にさっと流そうとしたり、まあ、絞ったりしたりとか、うんうん、それぐらいかな。あとは展望を過剰に持ったら他の人に差し込むとかもちょっとはできるんですけど、まあ、アシストだったりとか、はい、まあ、それもなかなか難しいですよね。基本的には、はい、あの素点で8ポイント損して12点取りに行くとか、そんなことになっちゃうんで。とか、まあ、なんだろう、すごい最上級も行くと見逃しかけたりとかね、はい、まあ、ありますけどね。さあ、ドラが白なんですが、そのドラが山越にドイツですね。しかも形いいですよね。ハク泣かなくてもっていう形だ。しかも一番速度ある。うん。これは山越上がりそうだな。そう。あ、でもカルベもいいですね。いい。カルベさん、でもあと2手ぐらい進むとドラが出てきそうな形ですね。はい、これドラ泣くと、あ、急走安全牌残しやんぞ。イーソーが逃げれなのか。うん、こうじゃちょっときついな、これ。二差しは見えるけど。はい、あ、この次だね。メンチピ丸か、はい、あ、でもまあ、ワンズかそう伸びると。そうですね。次はまだ出ないのか。はい、チピ引くと打つけどね。くっつけ転廃で。形が決まると、そうですね。転廃で入りできる。チピ引くことの方がだいぶ少ないな。そう考えるとね。割合で言うと。うん、わあ、これで両面両面。はい。スチマスチソのインシャンテンです、山越。まあでも白はなくない、はい、安全でしょう、はい、まあこれでも白泣ける、もちろん、むしろこっち泣いてもこっちの方が形いいですし、うん、まあ、数ピンの残すメリットって言ったら3色ぐらいですからね。打点はドラで十分、はい、はい、初は重ねてダブルバックにして、まあでも両面両面だとね難しいですよね。実際スチーマンが結構薄いんだけど、それもね分かんないもんね。スチーマンってもうすでに山にない。うん、だワンズの変化がね、欲しいっすよね。ハク出ると、スッチワンに頼らない手ではな、にはなるんですけどね。うん、まあ、嘘ローソ立て引かない限りはね、大丈夫だね。はい。さあ、薬王寺、イーペイコーができた。伸びてきたね。はい、イーシャンテンです。カンサンゾー、カンチーマン。あ、これでスッチワンか。なるほど。はい。ハクが転廃でなりそうけど、リャンウソがどう、ちょっと薄くなった。そうでもないか。2、2。北側も、2、2。うん、見たことするかな。急走さんか、うん、まだちょっと選べない感じですね。ここが、は、転廃するか。ああ、いいのいた。お、さあ、これはポン。ドラの枠を切ってリーチ。その枠を山越がポンしました。スチーピン、1、2、差し。わあ。あ、チーピン出ない形になった。おお、
そしてチワも間に合って、そうそれも泣いてやこうじ。ハンサン像の天敗です、やこうじ。ソースに行きます。うん、おお、そっちに座った。なんだなんだなんだ。これは。そう。よくわかんない。うん。ネタ側もいいシャンペーン。3万。通りそう。通りそう。はい、スッチピンとスッチそう。はい。どちらが勝つか。いやこれはね。おお、ネタ側も追いついた。さあ、何何もう。ちょっとだって誰枚数数えて誰が関係ないもういやこれは無理だよ、パーピンはちょっとさすがに無理だ。3ピンニャンピンか、はい、3ピンのチャンスのニャンピン、この曲はこれはめちゃくちゃでかい。板川のサムの9層5枚いたんですね。さあ一発で9層の出上がりとなりました。リーチピンフ一発3900は4500の上がりです。板川これまあみんなまあ、はい、ドラポンが上がらず補充してくれたんで山越さん、はい、山越以外は嬉しい感じですね。まあ、軽部も上がりたかった。上がりたかったでしょうけど。でも MP ペコースからね。上がらない中では相当良かったですね。一番いい。一番いい。はい、一番いい。いや、今の山越が積もったら結構もう本当にね、勝負決まる可能性もあったっすけど。そうですね。今、超勝負どころでしたね。もう、今日一。さあ、トンの一曲でいきなり勝負どころが来ました。トンの二曲です。親番は山越、ドラはチーソーです。ね、これ、さっき言ったんですけど、その山越の着をみんな下げたいから、はい、結構この曲、親を落としたいですよね。さあ、その山越がシャーから行きましたね。おたかぜから、はい。だね。そう、結構ね、山越、このおたかぜからの仕掛けとか多いんですよ、実は。まあ、今日はあんまり見られなかったですけど、今回初めて。躊躇ないんですよ。まあ、周りがそれでやりづらくなるっていうのも、なんか分かってるかのように泣くんですけど。そう、多分これってみんな結構ね、役割絞ると思うんですよね。そう。全絞ると結局なんか、なんかなんだろう、経典とかで流曲して、連チャンとかもね。まあ、カルビはこうやって、まあ、完全に死にますよね、手が。はい。まあ、カルビはもともと神茶なんで、あれですけど。うん。板川の初とかもね。うん。まあ、ただ、板川とかはもうなんか、ここまでの数戦と昨日のを見て、ある程度、山越のどういう力かっていうのは分かってると思うんですけどね、もう。幅が広い、はい、ただツモが順調ですね、うん、さあ想像が伸びてきましたね。順調、初を今かぶせるか、四といつか落ちたいけど、うん、ワーチーピン多分だ、誰も積極的に打ち出さないですね。ヤコージが今回いけそうですね、いけそう、うん、ここはなんか国士みたいな、まあ、カルベスの立場ではもうこれは完全に絞って、うわー、ハクが重なりました。いい点モリモリと。ハク泣けたら369層の漫画じゃないですか。ヤコウジはハク打つもんね。うん、しかもなんだ、急層ポンのだいぶ嬉しいからですからね。急層ポン、369層みたいな。三度引きのね、イーソ引きのペンサンスとかもね、うん、悪くないね、漫画で。薬灰を止めつつ、相手に止めつつ、薬灰に頼らないってってめっちゃいいですね。あ、ハク重なった。ハクがなくなったか。うん、ただまあ、ハクが超同級者ではないですからね、この手。100なくても暴れるパターンいっぱいあるんで。はい。ね、ランスと急層のくっつきなんで。うん、あ、これでヤコウジリーチか。このコンパーソン。ヤコウジリーチといきました。リーチドライチ。確かにね。いや、もう、皮がキモいな。なんですかね。あれはリーチ、どう読むんですか？リーチドライチのカンパーソン。さすがです。あ、どう読むんですか？まあ、3品がでもチートイスじゃないから、ただのアンパイに見えるか。お、テンパった、換算層。さあ、パーソーは山に2枚。酸素全山じゃない？酸素誰も持ってませんね。全山だ。さあ、勝負の行方は。これは順当に行くと、ヤコウジが不幸な目に遭うやつか。なぁ。不幸っていうか、順当に負ける、ね。順当に負けるやつ。うん、自敗をなんかああいう仕掛けにかぶせ、ああ、パーソーだ。パーソーはこれ残り1枚です。このかぶせたら、で、泣かれたら泣かれたらそんなし、三蔵だ。この三蔵は山越の当たりです。本一ドライチ、5800の上がりとなりました。これはね、周りの2人もね、がっかり。がっかり。いや、こう、しっかりしろよと。自敗かぶせるのって、やっぱその遠い仕掛けが流行ってて、
なんか、なるほど。そう、泣かれないうちにっていう。ただ人によってはそんな遠い仕掛けしない人とかだと、はい、あんま被せないとかもね、あるんですけど。まあ今はだと親のドライド本質だと、もう、泣かせた時のダメージがでかすぎて、なかなかやっぱりいけないんですよね。そうなんですよ。はい、もう育てたら結構絞りそうだなっていう。うん、まあ結構手次第なんですけど。はい、さあ、上がってトンの2曲、一本馬です。ドラガリアンマー、板川が早速、なんちゃって難をこなしていますね。はい、3色いちゃって。はい。まあもうなんか、3色くれても全然問題ないですね、このぐらいの手だと。広く受けたい、うんうん、まあ、蹴りたいっすよね。そうですね、うん、もうこの親を、はい、これ以上加点されたら山越もリーチにはすぐ行けそう、うんうん、ドラ引きたいっすね。は残しますよね、はい、はい、うん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 、じゃあ工事 今2ぐらいですか、うん、もう板川はこの曲はもうかわしてとしての勝負曲として多分、はい、あーちゃーちゃーちゃーさあ、ただ山越さん、イーシャンテン。さあ、僕ってテンパイだ。カウソが入りました。カウーマンの、何三色のテンパイです。山越は、まあでも、リーチ超人だから、切る超人。いや、だから3万とか切る選択あるじゃないですか。ドラリアンマンで7、8、9、3色あって、みたいな。はい、ただでも、もう超人なんで、うん。うちのリーチ超人よりもリーチ超人かもしれないですよ。リーチの幅が違うけど。すごいよね。やっぱちょっと打点見てね、やっぱ3ワン切る人とかをね、うん、結構いそうだけど、うん、それよりも仕掛けてる板川がいるので、森内を早く打ちたいっていう ね、はい、ね。村上さんは本当にまあその打点を追うっていう感じのリーチ勝負ですけど、うん、ちょっとリーチ順目が遅い感じ。山越さんもリーチ順目が圧倒的に早いですね。最速ですね。カルビはくっつき。で、ドラガリアンワンか。はい、リアンワンとか行くとね、さらに。てみるだウーワンどうなんですか。ウーワン山さん、山さんは山にそんなこのウーワンがでもね3ワンとか引くと出る、うんね、出るパターンが結構出る。さあこれは、うん、変えずちょっと一瞬だけ迷いましたけど、まあまあ悟られない程度の前でしたね。悟られないこれはどう。さあファーソーを引きましたよ。スワン9ワンが握れ、うん、変換チーワンでもリーチいくって感じかな。うん、マンズの下の耳ないな。お、リーチだ。さあ、テンパイしました。超人から来た。来た薄い。天狼層だ。本当ですね。急所が場に4枚。さあ、板川。狼層も手の内に。お、僕失敗したんじゃない。これは行くでしょう。さあ、これは押すでしょうか。老朽層山には2枚です。さあ、もう。板川は、なるほど。お、振り手。振り点ですが、イスチーソーリャンゾンのテンパイを組み直しました、板川。うん。9番打つ、とりあえず。まあ、さっきむしろ9番じゃなくて9ピンから勝ち込みましたからね。はい。まあ、ここはね、うん。うん、まあ、山越さんのね、やっぱリーチの幅の広さからね。うん、まあまあ、そうですね。打点も街も悪いこともよくある。シャータンキ、現張りの一撃シャータンキ、掴んだ人は切る。パワー。うん。ご了承。パーワン打つと、うん、ゴロッチ、あ、もともとゴロッチじゃないんか。6、7、8か。はい。まあ、数層のくっつきですけど、リャンゾーは切ってるし、結構厳しいね。9層も切ってるのか。そう。だいぶ厳しいですね、ヤコウジ。縦引くしかないですよね、数層がローピンを。さあ、板川ドラのリャンマンを引いて、リャンマン短期に、今、街を変えました。リャンマンでも山にいるんですね。1枚か。山に1枚。1枚。ローソーも、1枚。ちょっとリャンマンは切れないですね、さすがにこれは。幅の広い人にはなおさら切れないみたいな。三蔵、行きづらい。ノーワン通した3ワン。うん。フリテンでもね、1つもね。そうですね、はい、フリテンだし、まあ、数ワンワンチャンスの。さあ、この9ピン、カンパーピンのテンパイ。カンパーピンで、9ピン通してるんですよね。9ピン通してる。はい、リーチドライチ。いやー、普通はいけないけど、もう、勝負がけする？すでに勝負がけに。行こうとしてますか、ちょっと。さあ。でも冷静だね。ここでこう、即リーにノータイムで行く、なんか切れてる人みたいな。うん、まあ、キューピー最初に勝ち込んだ時はちょっと切れてるかなと心配したけど。先ほどのワンチャンもでも。お、数層切りダマ。お、冷静と情熱の狭間だね。本当に。同じこと言おうとして。まさに。どうなんの？
それでもダマでパーピンバシーで積もったらかっこいいのかかっこ悪いのかよくわかんないですけど。かっこいいことにしましょう。かっこいいとかないですけど別にマージャンで。さあ、CP は。あ、でもこれで9ピン。これはいくね。これリーチだ。はい。でも順目はないけどリーチか。打点的にね。うん、さあ、ローピン、チーピンのシャンポンで、追いかけリーチといきました。うん、山にゼロ。あ、でも、え、これは。あ、これは板側の上がりです。なんドラドラ。3900は、4200の上がりとなりました。板川さん、こういうのあるんだよね。うそう。なんか。なんか勝負強いっすよね。勝負強い。ほんとに。いやいやいや。昨日もね、うん、板川さんの勝負強さというか。まあ、僕、国試見てましたからね。自分が出すってなんだよと思って上の階上がってきたら、はい、板川さん国試上がってて。もう見てました、国試。横からでもトップになったんだよ。いや、さすがに板川さん敗退かなと思いながら見てたんですけど、はい、ポイント状況とあれでまさかの。さあ、そんな板川の親番、ドラは3ピンです。今度4局。うん、うん、工事なんか、ドラが1個ある。僕の屍を乗り越えていったんで、頑張ってほしいんですけど。そうですね。銅鐸で最後ね、夜行時にやられたんですよ、僕は。僕は夜行時銅鐸の時に第3月終わりました。あ、ここいつだ。あ、でもドラか3品が。そう。むずい。初司会役がない。うん。どうすんの、うんうん、さあ、これはこれ、なんか一通は見えますよね。うん、そうですね。まあ、急須をちゃんと固定しとこうが重要ですか。うん、カルベチューンが重なってチートイツ、うん、超人がやっぱリーチ来るからね。でもあ、これは嘘切ってちょっと3品ねくっついて食い伸ばしもあるよね。おたかで行くか、から行くペーペー握れか。ああ、なるほど。ペー握れ、ペー握れはちょっとね、うん、そうっすね。なんか急にだるくなってきた。あ、でも初からならまだ、初切ってチーソー、いや初ポンからならまあまあ、うん、シャーにシャアなら意外となんとかなるかなみたいな感はあるけど。カルベの点数表示が間違っていたようですね。ただいま修正されました。38,300点ですね、今。うん、はい、うん、チートイクのいいシャンペンですね。みんな早いな、モーターが、サクサクと、うん、これでシャア、まあ、でもヤンピンがもう逃げというか3枚そっかなんですよ。あんまりだな、うん、今や、うん、山越に打たれたヤンピンで、うん、イシャンテン、カンローマンとスーチーソー、いやー、板の手厳しいな。ドラ2枚使いたいよね。ヤンピンしかも3枚見えてるから、ね、スピン切って固定あるよね。はい、じゃあそうしましたね。うん、まあ、なんかだいぶ上がりなそうな手ですけど。うん。こっちといいシャンテン。うん。うん。どう？ピンちょっと高い。そうでもないか。おすすめは？カンローマンスチース。チートイシャンテン。チンイツに行ったりするかな、仕掛けて。あ、すごい。カルベ、チートイツ、転廃しました。初短期。初短期でリーチ。うん。すまなかったですね、山越し。数は泣いて嘘を言って、で、ローソンも結構比較的遠いそうなので、鎮痛は食べかなとちょっと思ったんですけど。初は板側が統一。ね、2と6切ってて数万切りリーチってすごいわかりますよね。うん。うん、ね、何の数ワンだよってなるんで、まあ、しかもアンコじゃないですからね、これ。今お近くだと。うんうんうん。勘違いよ。結構勘違いワンとかありそうなリーチです。メンツであったら。うん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 、感知もありますね。468、そっか。なんか3と5は持ってなさそうですよね、とりあえずは。カンウーはもうワンチャンあるけど。カンウーは、うん、3ワンとウーは手の中に持ってない。持ってない。うん、コージーシャンテン、ルーピロフリッテン。うん、この局はだいぶ山越も受けてますね。ちょっと復活厳しいかな。
あ、でも歌川ももう先にチーソーパーソン行きましたね、手残して。うん。秘密のリャンドを切っていきます。誰か押してる感じありますか？いや、多分 C っていうのは薬王寺の3番ぐらい、まあ3番、はい、3番もそうそう当たんないですけど、うん、3番ないもんね、うん、まあちょっと板川さんは備えた感じですよね、先に。さあ、計算はんこ、うん、こいつはまだ山1。はい、変わらず山に1枚です。お、カンパーピン。さあ、カンパーピンで転敗しましたが、割り2枚、自分が1枚。1枚しかない、マックスで。さすがに、冷静だ。冷静だった。なんか、終盤に転敗取れるなっていう感じはちょっとあるかもしれないですね。まだ、K 点にしたら準備早いし。うんうん、なるほど。そういう時にパーピンとか積むと死にたくなりますよね。三ピンかチーピンで転敗。これ一層チーピン切ってリーチで勝ち込むとかあります？うん、いや、あると思う。本当に。か、パーピン取ってないのか。うん。あるんじゃない？チーピン切ってリーチあるよね。なんなら三ピンが別にチートイだったら当たりうるんで、全然安牌じゃないですかね。して配的に遠いそうなだけで。なるほど。うん。いや、あると思う。チーピン切ってリーチは。うん。さあ、どうしましょう。どうしますか？なんかね、結構慎重に行くイメージもあるな。慎重にいた。急下げで。まあこれで、配定間際で転敗取れるなら、もう一回経点量で押し1球考えるみたいなイメージですかね。でもさ、3品押す転敗よりちょっと嫌だな。まあ、しかも、順当に行くと配定ですからね、薬王寺。配定だし、泣くのは泣くのでって感じの。さあ、これで、うん。うん、3ピン縦しか当たらないんだよね。ローピンチーして3ピンは嫌ですね。あ、ポン、無理じゃん。チーピン通ったけど、三田川さんも多分そうそう泣けうる範囲切らないと、あ、でもチーピン切った。さあ、このチーピンを。で、今度チーピン切るからね。ん？あ、チーピンが打てるから。チーピンを泣くとチーピン切れないですけど。はい、うん。さあ、薬王寺転敗は、入らず、カルベの一人転敗で流局となりました。やっぱチートイツをケアしたのかな。うん。いや、多分そうだと思いますよ。2ピン妙見えなんで、もう縦にしか当たらないじゃないですか。はい、そうですね。だからチート以外は絶対当たらないような3ピンですけど。確かにね、スワン4見えで、カンウーマンも否定されて、6万もね、多分4見えだったのよね。今の状況と、その、まあ、ポイントね、点数の上下考えると、押すのも全然ないですよね、チーして。まあ、茎がありそうだけどね、3ピン短期の。うん。うん、そもそもが。でもなんか手配良かったよ。あとは、こんなこと言うと僕は楽しみバカにされるんですけど、リーチの時になんかちょっとね、このドアタンキっぽいボードが出てるかどうかとか。あるんですよ、そういうのが。なんか言うよ。田之内プロ、放置はやめていただいてもいいですか？よくわからないこと言われてたんで、ちょっと。いやいやいや、あるじゃないですか、ちょっとなんか、チートイの街の中で、ドアタンキを選ぶ時って結構、なんか、力入ったりするんですよ。はい、さあ、トンの4曲、親は薬王寺、ドラマペイです。ひどい。薬王寺でもいい手配でしたよね、今。3面だった、確か。最近の若いのはすぐオーラって言うとバカにするから。2面だった。はい、お返ししましょう。トン4曲。いいシャンテンだ。はい。6、7、8、7、8、9。そうですね。上の場所を見ながら、2万か。あ、ソードは伸びやすいし。いいシャンテンだけど、なんかもういい班は欲しいですね。ピン風じゃない何かが。これなんかもやっとするな、このいいシャンテン。なんか、差し子とかゴロチか差し子はいけるね。イソじゃないでは一旦イソ切ったら全部見れるよね。差し子は結構自然に行きますね。そうですね、差し子が自然って。あ、しごろもあるよ。大丈夫？リャンゾーが入ったら、リーチしよう。でもリャンゾー引かないことの多いんだよね。リャンピン引いたり、他の横。リャンピン引いたらどうするんですかね。外すの。まあそこでイーソー切るんじゃないですか、多分。あ、なんこれはなんだこの人。これはまあイーソーでいいんじゃないですか。そうかなぁ。イーソーじゃない？パーワンか。カンリャンスでソグリーも考えてるってことかなぁ。
でもそうだな。うん。うん。もやっと。もやっと。できました。役文字。もやっとです。もやっとですね。はい。もう。花落ちプロ的にはもやっと。もやっとです。テンパイに見えなかった、今。同団体に厳しい。さあ。うん、まあでも、返品か。積もった時、泥酔してたから、まあそれはいいや。さあ。ノサブロストは山に残り3枚です。3枚か。はい、3枚だと、ヤクオジさんは積もれなさそうですね。ちょっと、残念だけど。まあ他の人は、いけそうな人は、板川さん崩してますね、崩してる。はい、山越も、もう、ちょっと、うん、もう、キューピンとか切ってね、うん、縄を残して、はい。はい、じゃあ、トータルラスなんでね、役王子が、うんうん。そことちょっと、なるほど。まあ、あんまりやり合うのが得な人はいないですよ、ね。うんうんうん、むしろね、うん、上二人から見たら、はい、山越を。山越さんまくってくれるチャンスでもあります、ね。そう、積もれって思ってますよね、はい、下手したら。山越さんだけむしろその、まあ止める価値がでかいですけど、はい、まあただ手配的に止められないっていう感じですよね。うん、山越さんはね、やっぱ攻撃がすごいフューチャーされてるんですけど、はい、やっぱ守備もめちゃめちゃしっかりしてて、そうですね。うん、何でもできると自分で言うだけ。いや、本当に何でもできるなって。すごいですよね。まあ、その降りるの嫌いな人は、ギリギリまで上がりの、その、追う嗅覚があるんですけど、はい、まあ、その、やめた時に、やっぱり、ちゃんとやめるんですよね、大体の人は。すごい。まあ、ドッポさんとかもそうなんですけど。長男隊でも降りるの嫌いな人、2人ぐらいパッと名前上がるんですけど。まあ、まあまあ。一人はちゃんと降りるか怪しいですけど。怒られるの誰の言葉なんですけど、ああ、やっぱ吸収されてしまった。さあ、サブロスは。残り1かな、はい。いや、ないか。ないな。いや、確か。三蔵もない。なし、はい。ギリギリまで上がりを追うっていうか、もうその上がりの嗅覚っていうのは本当、やっぱりすごいですよね。聞いてない。あと1枚ある。ないないない。2、4、6、8、7、8。はい、1人2枚ずつ。はい、なくなった。1人2枚ずつ。これはさすがに1人転廃かな。ですかね。なんかなったかな、この曲。な、高くはならそうっすね、役絡みは。まあ、アミマさん伸びないと高くならないですからね、基本的には。そうですね。ね、まあ、一品と一つ落としして、うん、うん。リアンパーピンで洗ってた、リアンパーピンじゃないか。リアンチーピンか。リアンパストじゃない。いや、リアンパストだよ。リアンパストで上がってる。リアンパストのリーチになってる。いや、上がってない。上がれない役を。あ、打たピンそうです。一品は打てなさそうかな。リアンパストになって、パー、ここになってましたか、ね、シーソパーワンって引いてね。はい。うん。うん、まあ。一品打つ手じゃないっすね。イーソーが絶対先になって、はい、その後に人数伸びたら一品にはならないんで。はい、そうだね。さあ、役王子、一人転廃で流局となりました。焦ってんのかな。なんかもうちょっと僕はじっくり手役をイメージだったんですけど、はい、まあ今のトータルポイントとか、持ち点でちょっと焦ってるというか、上がりたいみたいな、うんうん、かなって、まあ、ちょっとその駆け引き的なのも入ってるかもしれないですけど、速度感とか、うん、このメンツは早く打たないとダメだとか、まあ、でもあの手になったらサブロスはリーチしますよね、うん、その、うん、なんか役絡みの手代わりがなかったんで、まあ、ピン踏んだけだったんで、じゃあリーチいきそうなんで、一瞬生点のリアンパスはちょっと拾いづらいのかなっていう感じですかね。役はドラドラです。おただ形は少し苦しいか。山越が良かったように見えたような見えなかったような。いいですね、実際に。ちょっと次ですね、この次、あ、カルベさんか、うん、はい、でもやっぱりドラドラか、はい、うん、この次の山越が、さあ、この山越の手配ですね、差し子の3色じゃないですか。関数ピンを引きました。どっちをしろ。いや、ね、今ね、トンナンって切ってきたんですよね、はい、ね、これね、そう、
一回戦で言われていたやつね。トンバですかね。しかも難が握れなんですよ。に、第一打でトン切ったんですよ、ね。まあ、ダブトンだから先に打ちたいっていうのはやっぱりあるんで。でも、ハクハスチュンでも僕、ハクなんて言ってると思うんですよね。多分。それはでも分かんないですね、本当に。僕、これ全く同じような手順でダブトンからとりあえず切って、その後に全くやらない切って、とか、その後ハクとかやるのも結構あるんで。いや、これはもう山越のリーチが、超人のリーチが見れますよ、もう。超人の。こういう手もね、やっぱり入ってくるんで、はい、結局怖いんですよね、はい、リーチは。さあ、手広い射程。数万先に打ったりはあんましないのか。いや、もう山越はしないです、うん。パーソと数万のロスがあるんで。そんなにも。はい。先切りしてる、見ました今日。うん、ほとんどないですね。ないですよね。もうマックスですよ、もうこんなものは。まあ、酸素数素とウーアンぐらいですか、もうちょっと手が変わるとしたら。ドラ、アンコ、イーシャンテンです、ヤコウジ。お、お。さあ、山越展開するか。反撃のヤコウジ。はい。カンチーピンはどう、山にいる一枚いる。一枚か。一枚。サボロッソもちょっとまたきつい。板川もチート率いいシャンテンですね。はい。2つ振り返りたいですね、カンチーピンを。ただまあ、あんまり振り返らないですよね、これ。ウーワンとか引くと嬉しいか。なんかね、3ピン、数ピンが結構切れてて、やっぱ、ステハイス的にピンズの上はみんな持ってそうみたいなのがすごい嫌ですよね。まあ、これが、これはしょうがない。リーチといきました、リーチドラさん。山越さんのここのね、進撃の。今、リーチモーション見ました。何でしたっけ。いや。何ですか、ちょっと高いオーラが出たんで。あ、決まった。さあ、これは。ただね、そう。板側は別に無理に行かなくていいんですよ。うん、まあ、3万はただ打ちますか。3万早くて、3万3切れ。うん、3万を打つ。3万打って闇点だけど、数万をあんまり自分から打ち出さないようなイメージありますね、このぐらいだと。ただ、山越が数万ね、445だから、宣言牌捉えるよ、これ。あ、これありますね。さあ、どうなる？このままの形で粘れるか、板は。あ、粘ると、結構あるね、これ。そうですね、結構な、はい、結構板側長いになりますよ、これ。山越は多分チーピー打つと思うんですよね、はい、これ、今。そう、山越何を持ってくるか。あ、もう打つ。あ、もうね、ローマンギリリチの、はい、ドム筋。うん、そう、板側。スワン凝ったり、パースを引いたりとか。まあ、これはしょうがない。しょうがないです。まあ、これはもう点数状況的にいくら3万の方が上がりやすいって言っても、数万打つのがあんまり得な状況じゃないと思うんで。はい、ここですね。全然いかない。全然いかない。カルベもカンパーピン入って、ドラゴン行ってる、一緒ってなってるんですね。けど、いかないですね。これはトップ目。そうですね。まあ、これパーピンでやるのそうですね。はい。いかない、いかない。さあ、山越。引かないね。しかも誰も引かない。そしてウーピンこれでやめるか。うん、はい。うんうん。はい、ってことは数万捉えれない。さあ、カンチーピン。9ピンが通りますが、チーワン打てないですよね、これ。チーワンがノーチャンスなのか。チーワン、チーワン迫った。はい。引かないね。うん。チーピンまだ1枚残ってますよ。あのチーワンを見て、板川はちょっと嫌かもしれないですが、キープするか。ファンチーピンは、1枚。誰の手に。あ、来た！ここに来ました。やっぱり、ウーパーソーは行きづれ。ペーもパーソーも行きづらい。現在トップ目、どうだ、これは。押せない。普通の感覚は押しづらい。相当降りると思うんですけど、ただ最終手番。だから配定もあるのか。降りるのが普通かと思うけど。まあ、押すメリットもあるんですが、やっぱりまあちょっと行きづらいですよね。ね、天敗職人のね、アサピンさんから。あとチーピン、あ、ないんだ、チーピンがもう。めっちゃ叩きつけてても大丈夫ですか？パコーンって切りました。そう、オーラが出てたんで。さあ、ヤクオジ勝負手でしたが、一人転敗で流局となりました。
京卓3本も溜まってる。京卓3本ですよ。暫定順位どうなったんですか？一応まくりました。あ、現在の、一旦そうですね、あの山越がラス目になってますね。転廃料2回もらったんで、はい、うん、はい、教託までかっさわえるとでかいですけどね。そうですね。自分で貯めた教託は。うん、さあ、トンの4曲3本場。教託が3本、ドラが2層。うん、違うな。ちょっと惜しいな。うん、めっちゃ欲しい範囲じゃないけど、まあ。ちょっと惜しい。結構いい、ね。かなりいい。この曲は結構みんな、あの、スピード寄りになると思うんで、さすがに。教託3本。ちょっと惜しい寄りになりますよね、はい。上がりの価値がでかいんで。白統一。はい。白が統一いた側です。教託3本はさすがにほとんどの人が無視しないんで、やっぱり。はい、そうね、ちょっと、ね、気狂ったようにみんな上がりに向かってきますからね。ただ、薬王寺は仕掛けれないけど、リーチが。仕掛けれないこともない。いや、でも仕掛けれない。仕掛けないでしょ。まあ、無理だな。せめて2、3層、せめて2、3層、チーパーピンのどっちかぐらい重なってくれればって感じですけど。そうね。さあ、まあ、なくね、白をいた側がこうして、うん、はい、上がりへ向かいます。すぐ。お、ん？ 4 と1。これは仕掛けるかもしれないですよ。キューピン3飛びだしね、泣きやすいね。キューピン3飛び泣きやすいっていうけど、数層注意してパーピン行く。そもそもローピンが劣化してるからどうなんだっていう感もありますけど、それ。でもローピンなく、あ、これローピン1位だ。これはチーだね。の薬王寺がチー、はい、うん、三蔵。三蔵切り。両祖からじゃなくて、うん、まあ、なんか。嘘引きはなんか採用しない？いやー、でも三蔵からでいいと思いますけどね。どうせあんまり採用しないし。わかりました。はい。さあ、チーをカルベがポン。はい、空中戦。もう、ここは、うん、上がり直線。そうですね。超人がでも来ますからね、リーチで。超人、今回リーチ、来るよ、来る。来る来る。2メンツあるから、もう。お、いいの引いた。おぉ、3点です、薬王寺。そして、ここはパーマンか。パーマン、ピースーマンね。おぉ、お、何待ち、これ、サブローピン。サブローピンのテンパイを入れました。あ、ローピンが浮いてる。ダイレクトに入ると、ローピンが危ないが、でも、基本的にはローピンのくっつき待ち。あ、うわぁ、来るよ来るよ、シャンテン、ガーリアンシャンテン、6キューピン薄いけど、いや、もう超人は、超人はいいし、あ、ウーピンだ、ウーピン、はいはい、はい、サブローピン、スーピンに待ち替えです。まあ、カルベは、まあ、山越上がるぐらいなら薬王寺にここ1500打っても、まあ、まあ、最悪ではないですよね。最悪はやっぱ山越上がる、はい、あ、積もった。さあ、積もりました。単葉500は800オール、教託が3本つく大きな上がりです。でかい。5400。早い。計算が。すごいですね。いや、元から考えてた。言おうと。これはでかいね。はい。まあ、取られないっていうのもありますからね。しかもその自分のプラスだけじゃなくて、他の人に取られなかったっていう。そうですね。しかもあの状況だとね、さっきみたいにみんな、こう、急いで上がりに来て自分の親番が落ちてしまうみたいなこと、うんうん、そう、ここで もうちょっとゆっくり親番できるかもしれない。はい、さあ、ね、4本場ドアが連動です。この4曲ぼちぼちですか。1面2両面1個ドラ1個、うん、ぼちぼち、あ、早い早い早い。白ポンしたら泣いてね、先手、はい、白以外に泣くかもしれないな、むしろ。まあ、ポン台は行くんじゃないですか、数ワン、キューピン、数ワン、両方行くかもしれないですね。ポン、ポンで両面転廃するんで、あ、でもこうなると、キューピンは泣かないな。これは白だけじゃないですか。はい。あ、これで白が出て、ポン。はい。ポンして、はい、一応。ポンして、二三点です。さあ、このキューピンももうサブロッソの先輩ですよ。君の親は終わりだよと。優勝です。優勝。この曲優勝です。毎曲優勝者決めてんの。サブロッソはね、6、4山か。さあ、彼上に三蔵が置いています。三田川でもいいシャンテンですね。いいシャンテン。管理はそれ一致するんじゃないですか。ドア待ち行くんじゃないですか。うん、これドラ切る。うわ、いったー。薬王寺はレアシャンテンか。
お、ワンワンがこにゃんめんにゃんめん。にゃんめんにゃんめんの一瞬点です。どうせウッパース薄いんでしょ、どうせ。ね。田之内プロ、はい、はい、はい、何ですか何ですか、どうせね。どうせ。やごいさんの待ってるにゃんめん薄いんですよ。そうでもなかった。そうでもない。いや2枚で2枚。あ、あ、はい。あはあ。お、いい鉄鋼ができました。いそいくと三蔵が余る。スーピン切るのもありましたけどね。ニャンゾが2枚切れか。この三蔵は山越しの上がりです。薬王寺山越への、線は2200の宝珠となりました。はい。まあ、まあ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 。まあ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 。って感じですか。さあ、3回戦も後半に入ってまいりました。難入です。親はカルベ、ドラは言いそうです。うん、お、お、おー。一面図ですか？うん、ピンズ1、1、3、3と。1、3万とサボロスソガタ。お、いい、めっちゃいい人もいた。ピンになりそうです。山越いいっすよ。山越いいっすか？もう、くっつき天敗、はい。しかも中膨れ2個。いやー、すごい。なんじゃねん。来ます。これは来ます。これは来ましたね。来ます。もうすぐ来ます。さすがに他に残すくっつき候補もないですもんね。このまま、このままっすね。ほぼほぼこのまま。関連牌が薄くならない限りは。はい。いやー、カルベもピンフのリーチ打てそうだと思ってたら。もっと早くピンフのリーチ来そう。うん。高尾初といつ。ここでもね、まあまあいいんですけどね、はい、やっぱちょっと落ちますね。まあ、ここもいいんだけど。ただ長引く。なかなかテンパらない。うん、これは、うん、何枚待ちだ ?28 枚待ち。早っ。両面は。28枚待ちっていうと、5回に積もればまあテンパらしてる、大体。28枚もあるんですか。うん。片方で14枚が積もる。なるほど。いい数層。2枚使ってるから。うん、すごい。これは分かりやすいよ。絶対すごいと思ってんよ。すごい。こんな二人とも。オーラ見えました、オーラ。ディスオーラが見える。お、来た来た来た。完全シャンテン。完全シャンテンです。何枚ですか？完全シャンテン何枚ですか？完全シャンテンは基本は20枚です。おお。で、今のくっつきが28枚。28枚。あ、くっついてはその、両面テンパイが。そうそうそう。あ、両面に長いテンパイはもうちょっとあるけど。急走とか、あ、三蔵引きとかしないですよね。そうそう。三蔵とグッピンは省いてるから。さあ、板川が初オープン。インシャンテンです。お、来た先生だ、まさかの。マジか。何、何？てか、阿部が、ちょっと山越さん、これは登場しますね、さすがに。さあ、役は19ピンのリーチです。そうだよね。うん、28枚って大体すぐ28枚がテンパだぞ、このまま。うん。親も完全にシャンテン。まあ、カルベさんが結構ディアンスソードがブロックしてるんですけど。はい。確かに。いいそう。ドラ。これは無理か。ワンチャンスだから。親で加点はしたいけども、トップ目、ナンバー、ラスメリー、ラスメではないか。まあ、はい、点数持ってないでおかんので1位。安全パ、イースーチーピンしか代わりに取ってないのか。いや、リャンワンで、そうだね、お茶を濁しながら、ね。お茶を濁す。で、まあ、もしかしたらパワーワンパワーっていけるかもしれないですしね。ロッキューピン、今回。やっぱり6枚ですって。ロッキューピンが。ローピンで上がりたいな。6枚ですって。どうせキューピンが全山ですよね。キューピンが4枚。さあ、ここにキューピンが4枚。お、やめた。うん。やめたよ。すごいですよね。まだ全然取ってないのに。バランスがいい。カルベさんはすごい本当バランスがいいですよね。いや、本当に。バランスが。いいピンか。じゃあ、いいピンだ。まあ、これはもう、やめでしょうね。いいピンになるのかな。リャンピンを山越さんがプッシュしてて。そうそう、プッシュだから山越さん現物置いておきたいんでいいピンじゃないですか。ただまあ、今貼ってる可能性をやっぱりケアしますよね。ああいう押し方を。いやいや、全部つむぎだから。はい、そう、ほんまや。さあ、ウソが、くっついて、イースソーの天敗。イースソーは結構強いんじゃない？追いかけリーチといきました。いやー、でもこれ、カルベさんが、ちょっと辛いですね。今の、このリャンピン打ったことでアンパイないんですよ。まあでも、イーピンは渋。あ、耐えた。イーソーが2枚ですかね、イースソーは。ドアのイーソーが山に2枚です。スソなし。はい、スソーは全部手の内ですね。ローキューピンは、ロキューピンは2枚吸収されたので、6から2、4枚ですね。
さあ、このロッピーは100技の上がりとなりました。初めて見たこの光景を。はい、リーチタンヤは2600点の上がりです。これはみんなよしよしですよ、うん、もう、うん、今板川さんのピンチするのかなと思って見てたらするか、できるかい。はい、何の2曲？はい、失礼しました。何の2曲？親は山越ドラがチーピンです。夜行寺、ハクハクペーペー、魔法一本線ですか。カルベ、重い、うん、山越も重い。はい、歌側がいいですね。本一なんだけど、トンゴ高瀬、おイーシャンテンだけど、三蔵埋まっちゃったらリーチですかね、さすがに。確かに。リャンゾーイーソカサウトつもり3個になりますけど。確かに。お、小さそう。もう6、7、8というか上の3色か。ロウソ切ったしな。ペンサンソン布石落ちてるから、ハクアンコったリーチあるかもね。うん、そうですね。ハクアンコは結構リーチしたいですかね。まあ、ただでもな、闇天6、4とかになるからな。はい。本一にすると。お、それでランドインソか。そうだね。ペイとか泣くかな、1枚目から。どうでしょうね。まあ、ヤコジトップ見たいですからね。山越の手は泣かず。打点がハクに依存しちゃうんですよね、泣いちゃうと。おー、来てきた。あ、9ポイント。うん。何ぼかしてきた。ピンズは残したいね、手に向かいに。ちょっとね。なるほど。ハク出た、ポン。これはポンだ。うん、さあ、このハクはポンして、急ぎり。うん。ヤオワンペイ。これってね、実はマンズの本一ですよね。まあ。っていう話なんですよ。普通は、だって色ぼかしたいから、そうそうそう、Q1 より一先並べるんだけど、逆に Q1 切ってる時って、はい、マンズぼかしたい時なのよね。おぉ。そう。すごい。確かに。あ、あ、そっか、ピンズだったらリャンゾーイーソーって先に出て9万は後からになるっていうことですよね。そう、色をぼかしてるからね、普通はね。まあ、超細かいですけどね。やべえ。何え、考えてるし、そんなの。いや、考えてるけど。イーソーから行くでしょ、9万になくて。さすがです。ディスのオーラが見えた。初めてオーラ見えた。こういうことか。そういうことや。だるいな。リアンワンペイは順からですか？な、たまにあるんですか？リアンワン誰の手にもないですね。全山だ。リアンワンが3枚。残りは全山だ。見えてる以外全山だ。はい。さすがの役王子も。3-1-1なんで、5枚。あ、え、カルベさんから残休か。カルベが、まあ、上がるでしょうか。いや、絶対上がるんですけど。はい。白本一、3900点の上がりです。うん。まあ、板川、カルベはそんな現状持ちポイント変わらないんで、うん、そこに関してはどっちでもいいのか。うん、もう、ヤクオジはとにかく、まあ、山越出すのままトップ取れるのが最善なんで、他の並びはもう、割とどうでもいいですよね。はい、そうですね。トップ取るとね、うん、ちょっと混戦模様。うんうん、この親をね、もう、あ、じゃあこれ板川、え、親誰だ、次板川。あ、今、はい、そうか、山越翔也。はい。なるほど。絶対なるんだから。はい。と、何の3曲、板川の親番です。あ、ドラドラ。チーソー。チャンスってか、これは。ドラドラだ。似合ってしますよね、めくった瞬間。はい。そんなわかります。なんか先にめくる人いないですか、撮る途中に。今、撮ってからめくったんで、はいはい、2枚持ってる範囲乗れって思うじゃないですか。わかります。普通4枚とかの時にもうめくったりするから。王子はなんちゃ、うん、上3人が2000点以内にいますね、はい、あと2曲、まあ、山越もちょっと浮上狙いたいですけどね、手が入ってないな今回は。ん、何、ローソー、ドラ表のローソー、ん、チュン、山越はどうするの。山越は、ラスは受け入れる場合は、うん、トップ役王子にしたいですよね。そうですね。それは間違いなく、うん。で、でも結構難しいです。だからどうするんだっていうのは。うん、そうですね。役王子親に差し込むとかなかなかできないですからね。ないんで、うん、どうするんだろうね。まあ、この曲で役王子が。はい、うわぁ、来た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 。
ローソローソだよ、ドラヒョウの。やばい。いやー、すごい。え？そんなツモする人いますね。すごくない？ちょっと。やばいな、これ、ローピンでも引いたらもう。9ピンでもやめてやるよね、これ。いや、全然。パーワン、パーワン、ウーワンだから。ローピンチーとかある？ゴッパじゃ不満？ゴッパでもでかいよね。まあ、でかいっすね。でかいけど。どうでしょうね、ローピンチ。見たい。ゴッパ赤い1万2千か。そう。ローピン行くか。あ、これはウーピンか。ウーピンだね。はい。チー1短期とかちょっと良さそうだもんね。はい、チーパーピン引きの一件。もうなんか我々はああいうローピンチーしてパなんかゴーナーで泣いてパーピン切るともう実質両面泣いてるから目立っちゃうしとか考えちゃうんですけど、本当にそれが得なのかっていう話はちょっとまたね、そうわかんないんでね。そうなの。目立つけど泣いた方がいいなって絶対いっぱいあるんで。そうなんね。このぐらい設定とか上がると出ないやつだ。おー、ローピン2。おー、きたー、そして、ローキューピンのリーチです。あ、勝負掛けだね、これ。このリーチは。リーチ、イーペコ、ドラドラ、高めが対応です。いやー、今の、すごい、ローピンチームあったし、はい、ダウンもありましたけど。ローピンが、ローピンスルーしてリーチ。めっちゃ山にいる。うん。1、2、3。5枚山だ。いやー、これは来た。ローキューピンは残り5枚山です。これ、ローピンツモでハネマン？ローピンツモでハネマンです。すげえな。うわ、もう、小物なんで闇手にしちゃうんですけどね、これ。現状トップやからね、7700は1万2000。生で4000オールでもね、超偉いから。ただね、優勝する人はね。でもかっこいい麻雀打って勝ちたいって言ってましたからね。見せる麻雀ですね。いつもやばくない？小さすぎて。なんか、スザンコみたいな。どんだけゴツゴツしてんの。だってもうね、今、スザンコになってる。うん、でまあ、嘘とろ嘘待ちだからもう全然だけど。いや、これは、山越いいじゃん。あ、かんだ。これかん。で、縦すごくない？このズボン。何？さあ、ローマをかわしてシンドラが。いたーさあ、ハネマンから、ハネマン。リーシャンから積もり上げました、キューピン。リーチツモ、イーペーコを、リーシャン。リーシャン、ドラドラ。6000オールの積も上がりです、板川。ちぇー。いやー。リーチ。いやー、よくあるのはゴッパーですからね、あれも本当に。ローピンチよね。うん、本当ですね。強え。確かに昨日もすごいリンちゃん見てた横から。あ、8000オール。ああ、なんか。見てた見てた。やばいのありましたね。やばいの2回見てんのよね、板川の。うん。強え。王者がこれが。これね、もう腰も痛いも立ってもいられないですよね、こんなんされて。本当ですよね。このハンちゃんはもう。2着争いが焦点ですよね。はい。山越も2曲上がったらね、2着とかありますもんね。はい。ヤク王子はまだちょっとトップでやりたいけどな、はい、親番もあるし。ありますからね。さあ、板川、南の3曲、板川の親番です。ドラが9ピンです。強いな。みんな強い。押しはでもいい。はい、まあ、結構ドラ切りそう、イメージは。そうですね。ただまあ着浮上を目指すとちょっと残したいですよね。9番。さあ、9番を切りました。押しも2着上がればね、2着までは見えるんで。そうですね。1番5000差なんで、1326と満願の組み合わせでいけますね。はい、うん。なんかね。タンヤオかドラかって感じだね。うん、お、いい数値、その2度 OK。いい感じです。ただ、差し子にしたいね。そうですね、差し子でいいですね。ってことは、3ピンウーピン引いたり、アンソ切るってことか、うん。このまま終わると、このハンちゃんで山越が、48?、15ぐらいになって、うん、板川が55ぐらいになる。はい、うん、じゃあ数数引いて考えますから。飛車式の3色はね、はい、ちょっと残して、残しながら、おいい、しごろだね、パーソか、はい、はいはいはい、
王子はどうする。まあ転敗したリーチか。うん、そうですね。まあ一応それはトップ欲しいとはいえ、目下2着目に立っとくの結構偉いですからね、うんうん、まあちょっと点差ありすぎますからね、はい、そう言ってね、リアンソローさんって言ってられないですよね、うんうん、まあ、ちょっと追い込まれつつあるとはいえ、とはいえ三蔵か、うん、ね、縦引きが3色ですね。そうですね。あっ、切るか。ってことは、面単品も結構見てる。想像下伸びたら、はい、缶を払うってことですね。あ、それか、サブソ縦引きで数ワンとかね。うんうん、確かにね。お、缶酸素。はい、見せられた。この酸素が、あ、結構酸素が。そう、缶が中筋。はい、まあ、スッチワンで行ってゆったり組み直そうっていう感じですよね。うんうん、確かに。そしたら両ピン勝負で済みますからね、はい、筋の。ソーズ2メンツで。あ、ソーズ2メンツなり、ソーズジャンとなり。あ、動き抜けるのか、現物の。なるほど。スッチワンで。まあ、通りそうっちゃ通りそうですが。うん。G1 先か、パーピン先かっていうところですね。うん。まあ、G1 にしましたね。おわ、板川さんが。多分降りないですよね、多分。結構行きそう、うん、これは。酸素どう？なんと、ウーマンのシャンポンと打ったそうか。三面ちゃん。四面三面ちゃんだ。あ、なん、これでポンだ。ポンだ。あ、しない。しない。さあ、このなは泣きませんでした、板川。二枚目ですよね。うん。まあ、ここ、じゃあもう連ちゃんにはそんなこだわってないんですね。はい。報酬がバカらしいという感じか、この点数上だと、うんうん、ここが追いつくかどうかですね。お、ウッパーマンだ。ウッパーマンで、追いかけ率といきました。1、2、3、4、5、3枚だ。おお、来た来た来た、イスチーソー。イスチーソーで追いついたのは薬王子。3金に1、あ、そうだ。さあ、この演奏は薬王子の上がりです。リーチピンフ、一発、裏ドラが1枚乗りました。8000は8300の、値上がりです。さあ、これで、2着目に立ちました。いやー、これでかいな、薬王子は、はい。でかい。うん、トップも近づいたし、まあ2着に、なんていうか、怯えることがなくなったからね、はい、あんまり。そうですね。あと嫌なのは山越のチャックアップがちょっと、はい。そうですね。今落としたことで山越が浮上する可能性あるんですが、はい、まあ今言うていた側がまた上になってるんで。1万5千か。4千オールでちょい上に行くと。はい。はい。ん、いいじゃないですか。さあ、何の4曲？お、ピンズ。ピンズ。違う。うん。カルベはもうこのチャックをキープするしかない。そうですね。この曲はちょっと買わせるなら買わしたいってなりますよね。はい。山越は6号差なんで、1326で同点。うんうん、今回、イーソがあやっぱいですよね。一発でロン、一発でロン、一発でロン。めっちゃ多い。確かに。あ、カルベ2面。軽い。まあ、カルベはもうちょっとこのハンチャンはこのまま終わらせますか、はい。うん、やっぱ山越上にいるっていうのがもうすごい大事で。損切りしましょう。はい。ただまあ、なんだろう、薬王子にトップなってほしいって思いもあると思うんですよね。北川が50ポイント。よりはって感じですよね。ただ山越が近いから、そんなこともできな い, っていう。難しいですね。今ならまだ1326同点で済みますけど、そうね。今一曲足すと完全に負けられちゃうんで、それもちょっと条件変わっちゃう感はですからね。これはでもなんか薬王子の手もちょっとゴツゴツしてますね。ピンズ10枚。どうすればいいんだろうな、これ。髪が板川か、はい。染めれないな、これは。いつ年頃。うん。はい。あ、一品にしましたね。一品を切りました。うわ、ん。まあ、三品引いてもあんまいつなんないか。さあ、連面ができました、山越。山越はドライチあって、はい、まあ、ピンフつけたいですけどね、ピンフつくかどうか今のところは運次第って感じですね。ここは、どうします？ここは闇点か。はい、カルベ。サブローマン。はい、サブローマン。はい。ピンフの天敗を入れています、カルベ。そ
ローマンはいますね、山に。1枚しか使われてない。うん、いね、はい、7枚山。あ、6枚か。ヤンピンかな、うん、まだヤンピンですか。パワーピンした。縦、トイスでは見ない。どう、スーピンローソーとか左にするってこと、ドラ引いたりとか。ああ、これで。パワーピンサンドを引きました、いたか。まあ、なんとしよう。あ、そうかそうか、あそこ行ったか。ウーピンアンコったときはヤンピン残ってる場合か。うん。サムローマン打ちそうな人は結構いるな。コージ以外を打つのかな。はい。さあ、お、完全シャンテンと。さあ、一気に、一気だね。さあ、薬王寺いいシャンテンです。お、おーと。山越しもいいシャンテン。ね、リャンピンいたら、コージを回避して、コージじゃないか、サブロックまだ張ってないか。ピンフつく。サブローマンが、はい。結構いっぱい。まだまだ、まだまだいる。わさわさいますね。はい、わさわさ。さあ、そのサブローマンを引けるか。うん、あ、これはスライドして、はい。ヤコウジが追いつくかどうかですね。うん。あ、板川もいいシャンテンですね。はい、くっつきのいいシャンテンです。普通の役割になるかも。さあ、サマーを引きました。サブローピンで、リーチといきます、ヤコウジ。めっちゃ薄いんですよ。サブローピンですか、はい。はい。残り1。うん、カズメや。ここでやめだ。冷静だ。あ、ローマンだ。そして、ヤコウジのリーチが一巡間に合いましたね。はい。間に合った。本当ですよ。まあ今の、ローアーもしかしたら山越残してるかもしれないですけど、形もあれですし。いや、切ると思いますけどね。いや、でも条件がね、ピンフなんで、基本的には。あ、3ピンが。あ。3ピンが。これは山越の3ピンが危ないですね。危ないですね。でも超押し得ですもんね、この局面。いや、テンパったら絶対行くと思います。絶対行く。絶対行く。絶対行く。で、3ピン。リーチピンフ、2900の上がりとなりました、ヤクオジ。はい。うん、体勢に影響なしって感じですね、まだ。山越の条件がマンツモになったっていうぐらいの。はい、うんうん、そうですね。さあ、74局、一本場、親は引き続きヤクオジ、ドラがローピンです。結構悪そう。変算マンとか引けたらね。さあ、ハイパイ。これきついね。ドラがローピンか。うん。地道に行こう。カルベもちょっと苦しそう。山越123。お、もう丸見えじゃないですか。ちゃんと、123ちゃんと選手を。山越以外は打点に制限ないんで。結構スピード、もう現状維持2人したいですよね、板川、カルベは。はい。うん。まあ、カルベはちょっと手が厳しそう。うん、板川は厳しい。ちょっと何仕掛けたくないぐらいの手ですね、これ。これはちょっと仕掛けないといいますね、はい。まだちょっと余裕はあるんで。そうですね、うん。自分が上がんなくてもトップのパターンも結構ありますから。はい、ここまで無理して、もうノーガードでっていうほどの局面にはなってないと思いますね。うん、そうだね。さあ、ピン3万を払っていきます。で、まあ、ドラがローピンか。ドラ受けなんですね、ドッキーピンが。1、2、3、3。ちゃんと、E1、リャンマンが1枚つけて。うん、ちょっとなんかピングが高くなりそうな川ではありますけど。やっぱりこれ先手取れるかもしれないですね。うん、そうそう、はい、そうですね。カルベさんが、兄さんが引いたわ。お、なあ、これだと結構前に出やすい。前に、はい。し、安牌残さなくてもいいね。受けから仕掛けやすいですね。なるほど。うん。うん、ただ、形がね、良くないね。お、残党ができました。いいシャンテンだ。いいシャンテン。エクロージ。はい、リーチ、この曲はリーチがゴールみたいなイメージですかね。ね、打点は、まあ、ローピン引いた時にね。はい、うん、まあ、カンチーソンも、なんか景色がちょっといいんで、打ちやすいですね。うんうん、
まあ、板場さんがソーズの上持ってるかなぐらいの。うん、カルベさんのチーソンも2枚から外してるかもしれないけど。9は入らない。うん、ブクブク。解説より麻雀の方が使えるんで大丈夫です。麻雀打ってる方が使えます。確かに昨日はね、お二人ももう冷えしすぎて、もう解説もっと使えるぐらい頑張れよって言われそうですけど2枚目の地図大体今あお、テンパった、うん、ああこれでリーチだ。山越ちゃんと3色、ちゃんと3色完了ぞ。のリーチと闇点もあったね、スモ直の。ああなるほど、スモで、直撃相手のカルベが連続切ってるんですよね。はいはいはい。まあ、リーズもちゃんと3色ハネマンにする。まあ、筋になってるから、ちょっと出上がり、そうですね。まあ、して裏位置もあるのか。そんなに別に出上がりも下がんないっていう感はあるのかな。あと、なんだ、ヤコウジの直撃は。ヤコウジは、まあ、押すと思いますよ。相当。むしろ、マンツーもされた方がだるいんで。リーチちゃんと3色。そう、裏さん乗ると。もう基本は俺の、ああ、でも、ちょっと。裏さん、あり得るんじゃないかな。パーワンとか、結構良さ、全山です。やめましょう。ちょっと嫌なフラグを取り。乱層は乱層が1枚、2枚。あ、残り1枚か。でも、折って打つような範囲じゃないですよね、筋とはいえ。うん。そう。カルベさん、でも、まあ、ゲームか。E ピンも取ったんで、先に E ピンか、どっちかっていうところですね。はい。何の質問？ラーメン嫌いな人はいないです。ドラドラになりましたよ、工事。さあ、ヤコージ行きますね、これは。さあ、スーパーピンとリアンソー。リアンソー薄いな。お、テンパった。でも闇点だね、チープ。はい。そうですね。まあ、E ピンが通ってるんで。はい。はい、いや、工事泣かしたくはないと思うんですけどね、板川さんも、板川も。チーソー引いてきた。あ、積もった。さあ、チーピンを積もりました、カルベ。ピンフツもドライチ。700、1300は800、1400の積も上がりです。はい。はい。うん、このカルベの上がりで終局となりました。3回戦の結果は、1着、板川。2着、薬王子。3着、カルベ。4着山越となりました。引き続き4回戦の模様をお送りしますが、対局準備がありますので、こちらをご覧になってお待ちください。